マージャン負けちゃったです先日の結果がこちらゾン私一人負けではないけどもう一人まあ大負けポイントかけマージャンはやっておりません私 法律を守って、えー、ポイントだけをただ争う。プロのね、麻雀のプロの人たちと一緒、M リーグとか。ポイントを争ってるだけなんだけど、負けると悔しいじゃないですか。うん、この日はポイントで言うと、22,200ポイント負けちゃった。ムカつくな。 気持ちの高ぶりか下がりっぷりの話よ。先日、事業復活支援金いただいて、うはうはだったから嬉しかったのに、で、そして麻雀はかけてないから、これはお金とは一切関係ないんだけど、ポイント、22,200ポイント。負けて、損して、ムカついたなぁ。 腹立つ。見てよ。上、上からやって、まあ結局だから、トンプー戦、上で8回やって、3回。だから、計11回か。上のページの私、全部、マイナスば、マイナスの方ばっかり。マイナス並び。わかる ?1 位に取ってないってこと。 地獄だったよ。3位、3位、4位、3位、3位、4位、3位、3位。なんだこれ <laughs> その日もキャッキャ言ってたけど、とん、4回戦、トンプー戦の4、四個分、丸々、上がってなかった気がすんな、1回も。で、何も役ができない。 だから、ツモが悪すぎるっていうことでもなかったの。リーチは結構かけてたの。でもまあ、つもり力もない。つもり、いつも言ってる。運を持ってないであんまりうん。運ばっかいい奴が、まあまあまあ、じゃあ運のゲームとも言うけど。運の運ばっかいい奴。技術、実力がないのに。<laughs> 運ばっかいい奴に持ってかれちゃう。 僕の親、親は親で安い手で蹴られて。僕がリーチしたらリーチしたで、積もり合いで負けたり、しょうもない手で蹴られて。全然上がれず。チートイも多かったな。まあ、イコールあんまり良くはないんだろうけど。いつもも。でも普通の手が来ても全然勝てなかったな。めくり合いで。 腹立ったな四茶。ビリを取ったのは三回。だから一番左のやつなんか四回ビリ取ってるぐらいなのに。二回飛んでるぐらいなのに。結局プラス。勝負行くとこは行ったという考え方もあるけど。運がいいのかな腹立つ。私が一番上手、ま、いのに。実力はね。 運がないだよ。だな。悔しい。四茶は三回取った。悔しいな。うかつくよ。<laughs> う,んうん。22,200ポイント。 損したまあまだトータルで上がってるけどさそんなもん言いわけだな悔しいしょんぼりしょんぼり登録してね